野菜の中でオレンジ色使うってなかなかないっすよ、うん、それはいいよね。それわかる。なんか人参さん来てからうちの肉じゃがちょっと明るくなった。いいじゃん、職場みたいに。人参さんいない日うち全然会話ないよ。そうね、それはムードメーカー、ね、だからそうムードメーカーではあると思うんですよ、ね、彩りも綺麗で。僕人参さんで初めて乱切りしたんですよ。おー、人参へのプロポーズ、ポーズする時とかどうすんのって話よ。マジか、僕の人生を彩ってくださいみたいな。ああ、僕のラペになってください。僕のラペ。君一本で一生分の野菜です。あらこれいいよ。いいね。これは加えよ。チキチキボーン。あーそれは。あらミックスナッツ。あら。ハチミツ 100% キャビー。おーい。エビシューマイ。おー。海鮮がここで。紅茶。成城石井のガーリックシュリンプ。エビあるよもう。今のペペロンチーノ。おいおいおい。流しみたいな。いや、なっちゃったよ。これ、炊くんだから、今は。なっちゃった。おぉ、え、すげぇ。おいりがいい。おいりがいい。あ、見た目悪くないっすよ。いい匂い。エビの。いただきます。いただきます。あれ、あ、うん、あれ、うん、この中に、ゆるキャラじゃないものが5体います。5体も。え、ゆるキャラだ。うん、それはゆるキャラです。よーい、ゆるキャラです。どうだ、それはゆるキャラではありません。5体のうちの1人。違います。姫路城のキャラとかじゃないの。姫路城のキャラではありません。マジで。それは白縫いと言って、ただお城を模したぬいぐるみ。ただはぁ、ただお城を模したぬいぐるみ。 なぜ若おかみは小学でさ。めちゃくちゃ面白い。すごすぎたわ。間違ってた。スパイダーマン、スパイダーバース。わー、はいはい、どこ切り取っても壁紙になるんですよ。あー、全部、全部イラストになる。いいこと言う。大好き。マジ全部イラストになる。マジで大好き。僕映画で泣いたことが、うん、マジで少ない。え、全然泣かないんですよ。一番泣いた、それがこちら、ガールズ&パンツァー。ガルパン、ガルパン出た、ガルパン出たよ。すごい元気ですね。武部沙織が好きです。劇場版少女歌劇レビュースターライト。え、食べるキリンが出てくるんですよ。え、キリンからメールが来るんですね。絶対迷惑メール。喋るキリンから、鬼滅のジェンガ。おお、鬼滅のトミカ。いや、ある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 でしょ。弟たちの墓ペンタで。ないない。禰豆子になろう竹柄タオル。ああ、鬼滅の刃。ある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 。めちゃめちゃある。めちゃめちゃある。めちゃめちゃある。めちゃある。いや、もう禰豆子とかさ、あるあるあるわ。鬼滅のジェンガ。鬼滅のジェンガ。禰豆子キキ一発。そんなことすんな、おい。元からキキ一発だろあいつは。